皆さん、こんにちは。大学院先進科学プログラムの運営責任者をしています、三好です。2024年度の本プログラムについて紹介をいたします。4月から大学院融合理工学部へ進学予定の皆さん、昨年10月より融合理工学部在籍者の皆さん、ぜひ本プログラムの概要を理解していただき、共に学んでいきましょう。まず 本プログラムの目標として目指すべきゴールはイノベーーションのの創出にに貢献し未来に羽ばたくグローバル研究人材の育成です具体的には理学から工学まで俯瞰できる研究力アカデミアと産業界を競争させる実践力次世代グローバルリーダーに必要な主体性それぞれを強化するものです。詳細には論理的思考力をはじめここにお示しした6つの能力を鍛えていくものになります。そしてこれらは 大学の基礎研究でも、企業のけ開発研究でも基本は同じです。次に、本プログラムの就業年限と経済的支援についてです。大学院先進科学プログラムは、博士前期・後期課程を一期通貫の4年以内で修了する早期修了学位プログラムになります。通常コースに対して、1年早く博士号を取得することにより、いち早く社会に出て、将来の可能性を大いに広げてください。 具体的には本プログラムは博士前期課程を1.5年主体的に博士研究を遂行する能力を確認する QE 審査を得て後期課程を2.5年合わせて4年で終了します。経済的支援につきましては前期課程と後期課程それぞれにおける支援金や研究費等はここにお示ししたとおりです。2023年度までは、は、博士後期課程における経済支援は文科省 JST の 科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業からのものでした。一方、2024年度からは文科省 JST の新スプリング事業、本学では全方位イノベーション創発博士人材養成プロジェクトからの支援になります。経済的支援に加えて学位取得後の博士人材へのキャリアパス支援も拡充させています。すなわち、キャリアアドバイザー制度として企業や アカデミアや国権で活躍している本学にゆかりを持つ先輩方や、企業の経営層まで上り詰めた技術経営士の方々にキャリアアドバイザーを委嘱し、個人面談方式で進路や将来について相談する機会を設けています。特に若手キャリアアドバイザーは、本大学院先進科学プログラム修了生であり、まだ社会に出て数年の皆さんの先輩になります。 どのキャリアアドバイザーにも気楽に相談がで可能ですので先輩からのアドバイスをもらうことにより将来について「迷ったにには参考にしてください。決断道を選ぶ」と題して博士人材におけるキャリアパスセミナーを開催しています。これは企業研究者やアカデミアとして社会で活躍している本・プログラム修了生を本学にお招きして近況報告や企業が求める人物像 進路選択時の助言あの時自分はこう考えたのご発表をしていただいていますまた就職後のキャリアパスについてアカデミアと企業研究者に分かれてパネルディスカッションによる活発な議論も行っていますキャリアパスセミナー第2弾として社会の第一線でご活躍された技術経営者の方々を本学にお招きして企業で長年培った経験や知識をご講演いただいています 仕事での失敗談や成功談をはじめ、社会に出て必要となる実践的な視点を学びます。カリキュラムの概要です。先進科学セミナーでは、オムニバス形式による講義とグループ討議を通じて、論理的思考力や課題発掘解決力を習得します。先進科学研究実習では、学内インターンや学外インターンシップ活動を通じて、視野を広げた異分野融合を推進します。 先進科学特別演習は研究指導者としてのトレーニングや各種申請書を作成する能力を磨きます。2024年度より先進科学特別演習1は本プログラムにおける必修科目から外れます。必修科目ではありませんが本プログラムでは引き続き履修を推奨しています。前期課題で履修する先進科学セミナー1について少し補足します。 世界で活躍するリーダーを招聘してオムニバス形式の講義を行いますこの図は先進科学セミナー1の概要イラストですがアカデミア研究事例として本学の教授陣企業研究として大企業でリーダーシップを発揮し研究を統括していたりその経験を有する有識者ビジネス知識では弁護士の先生方イノベーションマネジメントではグローバルイノベーションコンサルティングや海外での CVC 大学発ベンンチャーの代表取締役からインプットを受けます後期課程で行われる先進科学セミナー2では新規事業化経験を有する企業の方をお招きしてアクティブラーニングルームにてグルーープワークによる討論型の授業を行います教員が教えるから学生自ら考える主体性のもとに研究成果の事業化さらにはイノベーションの創出に必要な知識を習得します。また 本プログラムの海外渡航支援を受けた学生を中心に海外渡航支援事業報告会基調報告会を実施しています。海外渡航や海外留学はまさにリベラルアーツの世界で自国を知り対象国を知るの実践です。これらの海外で得られた学び気づき経験を今後どのように生かすのかを発表していただき全プログラム制に共有します。2023年度は、 世界八カ国への渡航に関する十四名もの発表がありました。本プログラム修了生の進路についてです。令和五年九月末時点で三十一名が修了し、多方面で活躍しています。企業研究者では日進ボコニカミノルタ、ホンダ、日産自動車、NTT データ、MC デジタルなどへ。国内大学では本学をはじめ東京大学、防衛大学校、前橋工科大学等の教員へ。 ポスドクとして本学、東北大学、富山大学、東京女子医大イタリア技術研究所の研究員公的研究機関では千葉県庁での研究職などになります最後に大学院先進科学プログラムの定員は一学年八名です欠員発生時には応募要件を満たす通常コースの学生からの給意申請が認められます給意をパスすることで 本プログラムの所属生となり博士後期課程からの参加が認められ経済的支援をはじめとする同様の支援を受けることができます大学院先進科学プログラムでは皆さんのご参加をお待ちしています奮ってご応募ください